井上剛氏は、日本のテレビディレクター、演出家、NHK 職員、熊本県出身、熊本県立熊本高等学校、早稲田大学文学部卒業後、1993年、NHK 入局。NHK 放送センター所属時には、クライマーズハイや、ハゲタカの演出を担当。2007年に、NHK 大阪放送局へ所属してからは、 チリとテチン、鉄板と連続テレビ小説の演出を担当する。また、阪神、淡路大震災の特集番組、未来は今、その町の子供では、テレビドラマとドキュメンタリーを融合した演出が注目を集め、その町の子供は劇場公開もされた。2012年に、再び NHK 放送センターへ移動後、2013年に連続テレビ小説。 アマチャンでチーフ演出を務め、東京ドラマーォード2013演出賞を受賞。2017年、トットテレビで、第67回、芸術戦勝文部科学大臣新人賞を受賞。http コロンスラッシュスラッシュ n e t a r t i c l e シーサースラッシュアーティクルスラッシュ172439368 html、アミタニリュシロ放送人、 NHK ドラマ、発連を演出、井上剛さん。毎日新聞。オリジナルの2013年6月25日時点における、アーカイブ。https コロンスラッシュスラッシュ,スラッシュアーカイブイスラッシュ20130625131845スラッシュ http 毎日 jp エンタ、ニュース。 2012万 625DDM018070061000CHTML2013 年6月閲覧。アマチャン7巻。東京ドラマアウォード2013受賞式。オリコンスタイル。オリコン。2013年10月22日閲覧。ありがとうございます。